火山館のね、まあなんか、隠し道から来たとこっすね、なんかね。あ、まあ行きましょうか。まあちょっとがっつりダンジョンっぽいので。ああ、で、この上からもこのアイテム取りに行けそうっすね。さて。左にも行ける。もう先に突きがいるぞ。まだやってんあの、隠し道。ここにあればいいな、的な人と、それを正す人。この先痩せたやつが必要。ここそれはちょっと面白いな。じゃあ上に行こうかね。さて。で、わあ、ここ石剣。マジで。まさかの石剣だったね、ここが。はい。え？どうも。はい。もう行くしかないよね。あ、なんか、やべ。あ、やべ。これ行ったな。なんか普通にやられたけど。あ、スカラベそれか。じゃあ行こうか。OK！ 行った行った。期待しちゃった。これもう上に行こうか。ねえ。はい。すいませんけど。あ、反応した。反応するんかい。もういないかな？アイテム。ん！琥珀。非琥珀のメダリオンプラス1。いや、すいませんけど。もういい？はい。やっと行った。さて。ああ、まだこっちに入れそうだね。あったあったあった！なんだここ！よいしょ。はい、アイテムいろ。火山石、こちらからは開かないやつですね。この先はしごがあるね。まあちょっと横行こうか。よいしょ。はい、期待しない4で、下は何もない。はい、何もないですね。あー、じゃあこれの反対側見ようか。あ、いける。白狩りの行結。はい。と、あ、こっち、いけるな。え、あー、一応見とくか。さすがにないだろう。さすがになさそうっすね。うわ、なんかそこ行けるな。ほう。さて。うわー、なんか出てきそう。やっぱり。なになに？どういう？じゃあもうアイテム拾う。なんだ！焦る！充血。なんかちょいちょいいるな。何の攻撃してくるんだろう。あ、これさっきの扉？ああ、いた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 。なんか短かったな。すぐ隣だったね。やべやべ。危なっ。結構食らうからね、これ。起きそう。危ねえ。来たよ。危ない。はい。
個別撃破っすね、まさに。はい、黄金のルーンでこっちか。うわ、やばそう。どんな攻撃してくるかが分かんないんだよな。あ、呼ぶのか。なるほど。じゃあちょっとやろうか。あ、いいですね。あ、割とヘッドショットって感じ。上も一応見て、おー、祝福オール。はい、まあまあ回復はなしでいきましょうかね。いったね、せっかく倒してるんで。ここは、あ、開く。どこだろう。あ、まあまあ下に降りれそうですね。で、これはしごで降りれるって感じ。まあ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 。危ねえ。上はいない。一応周り見といたが良さそうですね。降りれそうなとこがある、ありそうだよな。ほら、はい、あの上にも行かんといかんですね。でも、はしごね。さあ、こっちは。うわ、この火山はやばそうなんだよな。一発でやられちゃいそうな。さて、メッセージを、行き止まり。とはなくさ、スタミナ切れとは。マジで、マジで何もないの、嘘だろ。おい、草生やしてんじゃねえよ。なんか3回見てしまったな。評価しときましょう。ああ、引き返せよか。こっからはじゃあいけないのかな。いや、これ落ちてやられるよね、この感じはね。ああ、じゃあもう無理だな。じゃあこれで帰るしかなさそうですね。迎賓館。はい。で、まあ、はしごを登ってないですね、まだね。で、はしご。で、登りましょうかね。さあ、一応チラッと見て。いや、なんかいそうなんだよな。あ、でさっき降りてきたとこっすね。あー、ここに行けそう。え、行けるけど、これなんかある。あー、そこはアイテムがあるな。でもこっから行けないよ。まあ怪しいといえばここだな。いや、でもここに戻ってくるだけじゃない。となると、じゃあもう下か、溶岩ゾーンに行けって感じか。正規ルートというか、ナメクジさんがいっぱいいるな。あー、まあでもだいぶ効くな。はいはいはい。ただ飛ばしてくるのか。まあ弓でちょっと行かしてもらおうかな。うん。でめっちゃいる。何このデモンズの血行があるところみたいな、この守ってる感じは。なんか殴られた。上にいる。なんすか。あと一発。はい。あー、で、そこにアイテムがあるな。あ、なんかたまになんか誰か投げてない、あの人が。ダメよ。
上から投げたらお前が言うなって話です。あ、やべ、あ、なんかあ、これ意外と一発でやられないんですね、この溶岩は。ちょっと猶予があるんだな。はいはい、あ、大丈夫だったな、意外と。え、黄金のルーン9回。はい、相手はなさそう。さて乗れる？あ、いけた。はい、で、あー、で、そこのアイテムを取りに行けそう、こっちから。うん、いけそう。はい、期待値の6、復讐なんかやられるのね。そしてこの先祝福があるぞ。あ、みんななんかこっちから来てんのじゃん、こっちルートで。あ、そうなんだ。じゃあ俺なんか逆側に向かってるって感じか。なんとなんと、まあ一応こっちも行っとこうか。メッセージ、あそこ残してるやつがいるな。なんかあるの？いやでもなんか怖いよな。なんかアイテム、まあありそう、ありそうだよな。さあ、ロックオンはかけれる。下もロックオンがいる。あー、この下は怪しいね。おい。で、はい。なんか来てみたものの、なんか意外になんもなかったな。はい。うん。ははがいる。はい。はい。ははは。なんか可愛いな。で、下行こうか。これはなんかありそうな予感。フローズンというかね、これが効いてますね、なんかね。アイテムがあって、まあ、こっちか。右も怪しいけどな、でも。え？は、何？わあ、ドラゴンヌ？違う。モグラだ。となるとですね、頑張ってこっから走っていくんだけど、あ、こういうことか。ここで戦わないといけないって感じですね。わあ、なんかエレベーター、これ。わあ、ちょっと上げとくか。あ、やった。となるとここにすぐ来れそうな感じですね。え、なんかえらい近い。あ、どこ、どこのやつ。あ、これさっきのとこかい。まあ行こうか。あ、いや、まだ上に行く。まだ上に行くね。え、どこだろう。うわあ、あれ、あれだな、火山下のなんか中って感じですね。とりあえずじゃあその人やっとくか。うわあ、この人割と強い人だな。さあ、ファネル。さあ、パネル。オッケー、ナイス。いや、もうファンネルありがたいよ、本当に。あ、で、俺この人の鎧だな。
手に入れたやつ、あの復帰してね、一発目あもう明らかボス明らかボスあーじゃあちょっと、あなんかレバーがある、何レバー押す、何何、うん、なんだい、動くのかい、うわっ、あー橋が、そうなってたのか、熱々やな、窓渡らない方がいいよこれ、そんなすぐ冷めんて、これあと2日ぐらい待たんと無理だろう、ああーであれだ、この最初見たやつですね、となるとこれ祝福もそこにあったっけ、だね、祝福あって、あもうだいぶショートカットだな、じゃあふんふんふん、ああとなると下の、あボス部屋なんか、あそこボス部屋っていうか、やっぱここ入ったらボスだな、じゃあここのボスに行こうか、じゃあ一応ファンネルにして、はい縦にしていきましょう、さあ結構やられてるよ、なんだ誰だ、神肌の騎手、うわ結構届く、なんとなんかパーリーできそうだな、来た、うんまあまあ減ってるよ、あぶね、おおパーカーいく、おい、なんかやばそう、うーわ強い、ナイス、黒煙こらえがん、さがいく、やばいやばい、大爆発そうだね、やべやべなんとなんと暴れ回ってんな、さあ一応回復して、でファンネルにしといて、結構だね、あいたた、おい、オッケー避けた、あぶねー、なんと、はい、さあ回復、はい、スキーが来そう、うん、ずらしてくれ、回復、これがやばい、よし、あぶねー、さあ霊薬の防御力アップにしましょう、オッケー危なかったなんかはしゃいでんなあ、まあこの間にファネルが作れるな、
さあフローズンだった、危ない、はい、よけた、割れた、はい、バリー、さあラストいけたか、オッケー、いった、おお一回でいけた神肌脱いだって、神肌の騎手を撃破したっていう、おお騎手の腹毛あーびっくりした、さあ休んで、なんかアイテムが、アイテム拾う、んヘビの羊膜だって、キーアイテム、うわーこれなんか連れ去られそう、なんかデモンズのまさかな、そんなことないかインベントリーキーアイテムだったね、これか、儀式の落とし子が腹の体内で詰まれた羊膜、忌まわしい生誕の儀式の落とし子が腹の体内で埋まる、いつまでもかかるとしてみて、なんだろう、まあ捧げるやつかな、やっぱり今の感じは、レバーがある、これエレベーターかい、まだいろいろ調べたいんだけど、いやちょっと待て、まだ危ない気がする俺の勘がそう言ってる、まだっていうかね、反対側見てないんですよあれこれさっき見てたとこか、あレバーがある、仕掛けが動かないと、あどっかから行けそうだな、この先アイテムないのか、本当かい本当になかった、あーまあまあじゃあこの一応下も見とくわ、あー何もなさそうっすね、はい、で黄金のルーン9、はい、まあなんかなんかありそうでないなねえ、おお。メッセージ、この先橋に注意しろって。ほんと？え？あ、いや、まあ、行けそうだね。確かに。うんふん？うわ。いや、まだなんかいそうだな。間違いなく。で、橋っていうのはこれだね。はい。サイン溜まりがある。まだいんの？マジっすか。となると。こうやって。はい。さあ、より長。いやめっちゃいるな、ほいで、うわーなんかこの上行ったら絶対出てきそうムービー入るとか寂しい、板をさ、鍵呼びの指薬、あーやこっち下に行けるのか、あーよく見た方が良さそうっすね、とかあ、いや、こういくんか。いや、すごいなぁ。このダンジョン心をくすぶる。はぁ、あ。うわ。うわ、そろそろじゃない？これそろそろじゃない？うわぁ。あ、でもこうしかないか。いけるとしたら。うわ、ここで。あーちょっと待って、これいったか、あー回復すべきだったね、
まあそんなわけでちょっとやられちゃいましたけどもちょっと一回区切りましょうかね。まだまだありそうなんで、まあボスもね、ここのボスも倒したんで、はい、じゃあ一旦区切ります。はい、ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。